こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は一年生の道徳人参畑でについてお話をします内容項目は善悪の判断自立自由と責任です、えー、それではあらすじを見てみましょううさ、えー、ちゃんしろちゃんぴょんちゃん三、えー、匹は仲良しです三、えー、人で遊んでいたところうさちゃんが美味しそうな人参畑を見つけました えー、シロちゃんは誰か食べてるよと言って食べようとしますぴょんちゃんは看板に畑に入るなよと書いてあるよと言って3人を止めますまあ結局3匹はあ三人じゃなくて3匹ですね3匹は食べずに別の場所で仲良く遊びましたというふうなお話です、えー、それでは学習指導要領の解説を見てみましょう 人間としてしてはならないことを正しく区別できる判断力を養うことが大切であると、まあ、畑に入って人のものを食べるというのは、まあ、ある意味泥棒ですから、これはやってはいけないことですね、だからこれは泥棒ですよ、やってはいけませんというだけではね、えー、ちょっと事業としては、ね、物足りないと言いますか、やっぱり道徳、考えさせたいですね、その理由とかね、なぜそれはいけないのというところについても考えさせたいと。 えー、そこでですね、3匹の会話をちょっと抜き出してみました。うさちゃんあ、あんなところに人参がいっぱいあるぞ。しろちゃん、おいしそうだね。ぴょんちゃん、畑に入るなと書いてあるよ。誰か食べてるよ。はい、うさちゃんがね、えー、持ってきましたね、えー。みんながやってるから、やってもいいという論理ですね。し、え、ろ、ー、ちゃん そうだね、みんなも食べているのだから僕たちだって食べてもいいねと、えー、こう来ました。ぴょんちゃんそうかなと今度はね強くみんなを止めるっていうことはできませんでした、えー、そこでね、えー、どうなるかということなんですけどうさちゃん誰かが一生懸命育てているんだねとああこれかと私は思いました、えー、そうするとしろちゃんは食べちゃいけないんだよねと つまり人として正しくないことをすると困る人がいるんだよ悲しむ人がいるんだよそういうことに気がつけば正しくないという判断を、まあ、育,育てていく上で役に立つかなとそう思って授業を考えてみましたはい発問に行きます、えー、体育館に飛び箱に乗らないという看板がかけてありました皆さんはどうしますかね 善悪の判断ここで問います、えー、乗っちゃってる子いるんじゃないですかね、えー。低学年がね、乗ってはいけないっていう飛び箱乗に乗ってることをよく見ます、まあ。ついついやっちゃうというような意見が出ると思いますね。えー、次にね、えー、1年生ですから会話分のところだけ役割演技をさせたいですね。2組か3組かさっきのところを演じさせると。えー、次ね 畑に入るなとといいう看板を立てたのは誰だと思いますかこれはお百姓さんすぐ出てくるでしょうさあここでちょっと考えさせようとお百姓さんはどんなことに困っていたのだと思いますかえ看板を立てるのには当然理由がありますよねまずそこを考えさせたいで次お百姓さんが困っているということに気づいたのいつですかと、えー、ですねここで3匹がふっ と気がついいいたた部分について考えさせたいと、えー、そして、えー、シロちゃんやオフサちゃんの偉いところはどこですか、まああのねえー、ピョンゃんに止められて考え直しましたよね。ここが偉いということをしっかり押さえたいと、えー。その上で、飛び箱に乗らないという看板をかけたのはなぜだと思いますかと。もっぺんね、もう一度ね、えー、最初のところに戻って、つまり、えー、怪我をする,すると困るなっていうふうに。 いう先生の思いが裏にあったんだよということをもう少し考えさせてみたい、えー、そして最後にこれから皆さんはどうしますか、えー、ま例えば看板なんかが書いてあるということはその裏にね、えー、ルールを破ると危険な目に遭いますよとかっていう思いがあるとお百姓さんのさっきの話であるならば食べられると困るんだよっていう思いがあると。 ね、だからね、正しい判断をして行動しようと、まあ、こういうふうな形で授業を進めてはどうかというふうに思いました。えー、以上、先生方の参考になれば幸いです。